お料理くまチャンネルです。今日は白身魚のポワレ、白ワインソースを作ります。とっても簡単ですので、早速やってみましょう。材料はこちら。白身魚を半分にカットし、両面に塩コショウを振っておきます。ナス、ズッキーニ、赤と黄色のパプリカをそれぞれ3カットずつ切ります。強火でフライパンにオリーブオイル大さじ2を入れて魚を焼いていきます。今日のポイント、外カリ中ふわになるように魚は一気に強火で焼きましょう。フライパンの空いたところで野菜も炒めていきます。魚と野菜が両面焼けたら、お皿に野菜を盛り、その上に魚を乗せます。次に白ワインソースを作ります。中火で魚を焼いたフライパンに白ワイン 50cc を入れ、アルコールを飛ばします。そこにオリーブオイル、バターをそれぞれ大さじ1、ケーパー小さじ1、おろしニンニク、ブイヨンをそれぞれ小さじ1/2、塩ひとつまみ、胡椒少々でよく混ぜ、白ワインソースの完成です。先ほどの魚の上から白ワインソースをかけてパセリを飾って完成です。魚がふわふわで白ワインソースと相性抜群です。ぜひレパートリーに入れてみてください。次回は手作りティラミスを作ります。お楽しみに。お料理くまチャンネルでは毎回シェフとくまちゃんがお家でできる簡単本格レシピをご紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。下の説明文にもブログ記事と動画ビジネスおすすめ情報のリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。